五十嵐さん、こちらの作品はどういった作品なんですか？今度はこういう立体作品です。天井から同じ人形たちが吊るされて、吊るされてますね。これはインドネシアの作品なんですね。ヘリドノという、男性の作家が1991年に制作した、バットマン。バットマン、バットっていうのは、悪いっていうことですよね。でマンは男っていうか、人間なので、悪党っていうふうに、アジア美術館では訳してるんですけども、悪党たちがこうずらっと並んでるというものです。一見口開けてなんだか可愛いなと思ったんですけど、よく見たら手には銃を持ってるし、こっちには、何ですか、刀、持ってますよね。人殺しの道具を両手に持って、なんか大きな口開けて笑いながら、顔は可愛いけど、実はそういう人を殺すような武器を持っているんですけど、自分がこう正義のヒーローだって、悪いやつはやっつけられなきゃいけないんだっていう風な回路を実は埋め込まれているので、ここのところを見ると、お腹の中に見る、なんかこう電子回路みたいなのが入ってますよね。なので悪いやつはやっつけられなきゃいけないので、後ろの人は前の人をバンって殺す、でその人はまたさらに前の人を殺そうとしてういますね。しかもですね、よく見ると、手にコインですか、こうみんな埋め込まれてっていうか持ってるっていう、そうですね。悪いやつって言ってもなんか悪い仕事をしてる人だけのことじゃなくて、普通の私たち自身の中にも悪い部分って、すごい貪欲な部分とか、お金がもっと欲しいとか、あれもこれも買いたいとか、そういうふうにこう強欲になってしまうところってあると思うんですけども、そういうものもヘリドノはこの作品の中で、こういうお金を持たせることで、本当にこう悪いことをしてる人だけじゃなくて、私たちの中にもそういうのがあるっていうのを示そうとしてるんじゃないかなと思います。その回路も一個ずつ全部同じなわけじゃなくて、ちょっとずつ違うデザインが本当ですね、なっていて、であと形も、大体同じだけれども、ちょっとこう手の形が向きが違ったりとか、そういうところに手作りらしさみたいなところが残ってると思います。であとちょっとこう影がね、こう綺麗にこう見えてると思うんですけど、そのヘリドノという人はインドネシアの首都がジャカルタっていうところにあるんですけども、ジャカルタからちょっと離れたジョグジャカルタっていう古い町があるんですね。日本でいうと京都みたいな感じなんですけれども、文化がすごく豊かだって言われているところで、そこの美術大学を出ているんですね。でそのジョグジャカルタでは影絵が有名な、ワヤンっていう影絵があるんですけども、インドネシアに昔から伝わっているその影絵の伝統技術というか、そのアイディアを自分の現代美術の作品の中に取り込んで制作をしているんですね。なのでこういう影をちょっと意識して、でこの人間も本当だったらちょっとお腹が出てたりとかいろいろすると思うんですけど、立体的っていうよりはもうちょっとこう平べったく、影の人形みたいにして作っているんです。だからそこにはちょっとこうインドネシアらしさみたいなものも意識して作品制作をしているっていうことが伺われると。また影絵人にすることで、なんかもっと人形がたくさんいるように見えますね。そうですね、そうですよね。一番端のお人形だけが逆を向いてるんですよね。そうですね。ここまでは後ろの人が前の人を撃って、前の人がまた前を撃ってっていうふうにずっと前の人を任せてきたんですけども、一番前まで到達したら、今度はやっぱり逆の方からやっぱりそうやって来た人と打ち合うことになってしまう。正義のヒーローは勝とうと思ったけど、最後いなくなっちゃいますよね、これじゃね、両方。どうしてですかね、前の人をどん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 って殺していこうとして、俺こそがヒーローだって言ってきたんだけども、でも向こうからやっぱり同じような考えで来た人とぶつかってしまうのかもしれないですね。
ぱりなんかこれも90年代初頭 の作品ですけども、まあ、アジアのこの時代の90年代の作品っていうのはその社会が持っている問題とか政治の問題とかっていうのを皮肉ったりとか、うん、どういうところに問題があるかっていうのをちょっとこうユーモアとかを交えながら鋭く指摘するっていうのを結構傾向としてあるんですけども、ヘリドノはその能力にすごく長けた、インドネシアのすごく現代美術を代表する作家の一人です。